こんにちは。あ、待って、リップついた。最悪。こんにちは。やっほー。リハの合間です。なんかさっきご飯食べたばっかなのに買っちゃったけど、フェイさんありがとう、お父さんバラありがとう、こんにちはありがとう。すごい、ゆずが1分前に始めた。リンゴ飴食べれなかった。もう屋台なくなってんのかな。こんにちは、ためにありがとう、小判昼は食べたけど、なんかみんなでコンビニとかでご飯買ってたから買っちゃった。でもまあなんかサラダだからいいや。じゃあさん今日もありがとう。今お昼でも、お昼じゃないよね、微妙な時間だから今2時だよ。うわーマックいいな。てかあれっていつまでなんだろう、月見じゃなくて。クレコン楽しみすぎる、ありがとう。来てくれるのかな。まだチケット売ってるので多分来てください今レッスン、絶賛レッスン中です、フレコンの。でも昨日までやってた。え、まだやってるか。でもさすがに冬だもんね。そう、フレコンまでにもう覚えなきゃいけないんだけど、まだ一個も覚えらんない。今日は夜はちょっと自分で自主練するためにちょっと今ねショールームしようって思って合間の時間でしてます。1月上旬、え、もうあるやん。店舗によるんだ。うわー早く食べとかないと。うわ上旬って微妙だね。フレコンとか終わったら絶対食べる。フレコンまでは我慢しようかな。うん。ああ、ゆずかと同じ時間始まったか一緒に、そう一緒に配信したかったんだけど、なんかやっぱそう、なんかコロナ増えてきたからね、やっぱり気をつけようってことで別々で配信してまーす。てかさ、今やっぱ花粉だよね。くしゃみもめっちゃ出るしさ、目もすっごい痒くて、めっちゃ描いたら今日二重幅がバッキバキなんだよね。そう、日曜キャンム、金曜か、あれか、金曜 B 公演、 B 公演って金曜なの。今日月曜でしょ。金曜なんだ。1週間って早いね。そうなんだ、待ってる。あ、今日火曜か。昨日は月曜か。全然曜日感覚ないんだけど普通に月曜だと思ってた。嬉しい。金曜持っていくね、待ってるね。そうそうそう、うん、頑張るよ。てかめっちゃ整体行きたい。めっちゃもう肩と夏から整体一回も行ってないんだよね。まあ夏以降あんま動いてないっていうのもあるけど、最近すごい肩こりが、呪霊が取り付いてるかもしれない。あとね、昨日ねブルーロック一巻だけ読んだの。クソおもろい、ブルーロックマジおもろい。読んでほしい、カス読んで、めっちゃおもろい。今見てるの。何見てる。超面白かった。まだ一巻しか読んで。ノーゲームノーライフ。今やってるやつ？ちょっと前の？ちょっと前かな。長い？うん。見よう。
ワンピース見てるからさ、もうアニメが一生他の見れないんだよね。12話まで。めっちゃ短いやん。1日で見れそう。うん、今見よう。見れないんだけど。こういう系 SAO っぽいね。SAO でポップ。そうなんだ。でも耳なんか嫌なんだけど。耳なんかついてないの？ついてるよ、見て。耳がこうなってた。異世界の女の子だっけ？とか、うんうん、あ、なるほどね。男の子、将来の。面白そう。めっちゃ前なんだ。うん、映画もあるらしいよ、このゲーム。めっちゃ人気じゃん。すごいね。あ、そうなんだ。明日、うん、行けそう。違う？あ、そっちか。行こうよ。明日終わってから。高原だから。あー、はい、でもそんな早くなくない？14時まで。あれ、本当に？超いいよ、やってればね。確かに。でもさ、今さ、ラウンドワンも手術だよね。そうだよ。じゃあ、ラウンドワンとかも真帆ちゃんはいけない？ラウンドワン、年齢制限ある？待って、ラウンドワンってなんかそんな有名の、あの、若い人しかダメみたいな。いや、そんなわけないや。大人でも行っていいでしょ、ラウンドワンは。うん、行きたいよ。池袋ってあれ、ラウンドワンあるよね。そうなの？わかんない。でもあれってラウンドワンなのかな。ラウンドワンって混んでるよね。混んでそう。なんかお台場のあそこ大きいんだよね。あそこがラウンドワンだよね。あれ違う？あれ、ラウンドワンじゃないか。ラウンドワンあまり、私も行ったことない。全然。なんかもらえるよね、ストラップ。ね、欲しい。トゲくんのさ、ぬいぐるみ、うん、ね、もらったの。あの、普通に映画の映画館に売ってるよ。あ、プレゼントね。最高やん、買った。私みたい、大きいやつと。そうそうそう、大きいやつ全部、サトルとユウタとトゲくん2個ずつ全部買った。やつの方がさ、なんか可愛くて、ね、あ、可愛かった、ね、てか頑張ったね、トゲくんの前髪の前髪上げてる。そう、頑張った。あれは頑張って作ったよって思ってそうそうそう。ストラップ4人以上らしいよ。友達いないから無理だ頑張ってゆずか連れて3人だよ。うわ、もうあと、もう、あと1人無理だね。ダメだ、早っ諦めんの早っ。そこまでして、そこまでして。そう、食べてな。この歌なんだと思う。うん、ブラララン、極楽どんどん、ブラララン、バンバンバン。知らんわなんだ曲。 TikTok の。私見てないから、マジわかんない。最近あれ流行ってんね、バンバンバンみたいな。なんだっけ、今流行ってんの。なんか歌ってみて。なんか4人くらいでやってるさ。4人かどうか。あ、そうそう、ハッピー。何あれ、ヘスフラミンゴ。あ、そうなの。サンゴはやってたやつ。あ、そうなんだ。超にわかだわ。じゃあ全然知らなかった。なんやねんこれ。めっちゃ好きとか言ってるのに。やば。そうなんだ。面白いね、じゃあ。こんにちは。そうなの、 TikTok マジで分かんない。それしか、そればっか見るわ、最近。確かに。うん、やっぱ簡単なのが一番ね、やりやすいから。うん。ヤディアシーさん、おぎありがとう。明日も朝早いから。早くないか。今日よりは。そう。エリアシーさん、ありがとう。そうなのよね。まだ岩かけるのさ、アニメ見てたけど、8話から。動いてないよ。ことも、そんぐらいから。あ、本当。話してみたら、まほちゃんと。ああね、あそこいいやん。できる？いや、カットされるから。カット望むなよ。いいシーンじゃん。うちらの見せ場だよ、あそこ絶対。いや、カットされるかもね。いやいや、されないよ。あそこないとやっぱ物語始まんないから。いや、でもやっぱ、やっぱさ、主役の子、うん、活躍する場面を撮るんじゃない？本当に？
確かに、ね、だってむずいよね、どこまでやるんだろうね、そもそも、ね、やっぱ最終一番最後の試合とかじゃない、確かにやらないとみんな出てこないから、そうだよね、確かに、うん、超カットされるやんね、そしたら、そうだね、うん、だってどんくらいなんだろうね舞台、長くても2時間ねってことはもうめっちゃカットされるやん ね、でもあそこは絶対やるよね、あのおじいさんみたいな茂木さんの人やる人がさ、 あの女の子とさ、ハタンで、あれハタンだよ、ちっちゃい子ハタン、絶対可愛いやん、 あの岩登る、そうそうそう、あの本物の岩登る時のシーンは絶対やるよね、うん、絶対やる、カットされるかもな、やだー、やだ、レンちゃんおぎありがとう、バン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 しか言わないよ、うん、お疲れさん、ありがとう、舞台もしくは舞台のね当落もそろそろ出るっぽいね、衣装もまだ決まってないよね、決まってる人は決まってるのかな、言われてないよね、まだ言われてないので、舞台のこと頭にないもんまだ先だからね、うん、フレコンの日に当落なんだ、いっぱいだね、すごい、ボルダリング経験者、すごいね、やってみたいな、ありがとう、さんまさん、ありがとう、やばい、さっきリハした曲歌いそうになっちゃう、なんかさ昨日そんな結構寝たはずなのにめっちゃ眠かった今日サバーキョーメありがとう、爪切ったばっかりです、昨日切った爪、ネイル塗り直したい、もうさ、アイナナの UR が出なくて本当に落ち込んでるわけ、私はガチャ回そうかな、でもな態度に入れちゃうからな、今ガチャ回したら、うんうん、そう、続き欲しい、まだでも1話読んでマジおもろいと思って、でもねなんかさまだ私の推しメン出てきてないんだよね、あのナギ、ナギ、ナギさだっけ、ナギだっけ、そう、強、なんでみんな UR そんな出てんの、なんでおかしいよ、一個も出ないんだけど、昨日もなんか弾いたけど、ヤマさんとあとソウちゃんのSR だけしか出なかった、山さんありがとう山さん、山さん一緒やん、名前ありがとうね、そうアニメ化されるよブルーロック、結構前に決まっててアニメ化で、それでめっちゃ気になってるって思って、漫画プレゼントでファンの方がくれて、そうまだ一巻ね、そう、それすっごい言われるんだけどさ、みなみさんに私が変な漫画勧めたわけじゃないんですけど、叩かないでマジでなんか普通に最初にみなみさんがあのインスタに漫画載せてて写真を、でそう私もそれ読みたいと思ってたんですよっていう話をしてて、そしたらみなみさんがそれを貸してくれて、で私もちゃんと確認したよ、ちゃんとみなみさんまだ若いから、なんかこういう系とか読みますって言ったら、あ全然読むよって言うから、じゃ あの貸しますねって言って、私が持ってる漫画も貸して、あのなんていうの、交換みたいな、そうなんかすごい私が悪者みたいな怖いんだけど、ほんと困るわ、松尾さんありがとう、そう、ね、私がそんな絶対読んでみたいな、さすがにそんなやらないよ、アニハラはするけどそう
大正ロマン館めっちゃねおしゃれだった、いいなんか浅草って感じだったよそう、共通の趣味があるのでめちゃめちゃいいですよ。すごいいっぱい話す最近ね。なんかすごい、なんかさ、私そんなまとめみたいの見ないけど、あのツイッターでエゴサすると出てくるやん。そうだから読まないけど、別に開かないけど、その題名だけ見る悩ねんと思いながら悩ねんと思いながら題名は見るけど、中身はなんか見ないそう、まあなんだってね、なんだっていいよ言いたい人がいるなら言ってくれて全然なんでもいいです、うん、そのアニハラはする、まあ、アニハラではない、おすすめしてるっていうことよ。そう、おじさんありがとう。漫画表紙買い派、うん、割と絵が大事かな私は、表紙と絵かな。そうね、でもちゃんとね、あれ南さんに貸したやつは、あのなんか南さんはね、可愛い系が好きなのね。だから私が買った中で可愛い系、その男の子が可愛い、めっちゃ可愛い男の子がのやつを貸したかな。だから私がそんな全部可愛い系持ってるわけじゃなくて、普通にイケメンですね。でも絵のタッチは結構見るかな。おじさん大喜利ありがとう。そう、でも今めっちゃ、今ではないけど一時期ちょっと前にマジでおすすめなのが、なんか25時赤坂でっていうやつ、 BL 大丈夫な人はおすすめです。なんだっけな、25時赤坂でっていう漫画がめちゃめちゃ良かった。絵もいい、絵もいい、うん、そう、めっちゃ良かった。佐々木さん結婚してありがとう。ね。眠い？疲れた。寝な。あ、その人。あ、やんないよねその前は。まだまだだよ。もうちょっと。まだまだや。いつの？え、今日の。あ、今日の。なんでラベル剥がしたの？え、あれやっぱカメラとか。あ、ないだろ。ないだろ。気にしてみた？あ、そう、アンフリで試し読みできるよ。15分に終わります。え、まだまだやん。だって3時からやん。まだまだやん。だいたい。あ、そういうこと。だって言ういいかな、切れるけど、ね、切れるよ本当に。でも今音鳴ってないから。あの、ダメか。うん、あー、佐藤さんはずっと一緒にいてほしい。だってそれは叶います最悪それは私たちはどうしようもできません。本当に大人が私たちにはどうしようもできないよ。私たちではなく、私たちではなく、大人に言ってくださいごめん、現実すぎた。うん、現実主義者死にたいねー。ねー、心込めて言ってもっと心込めて。え、本当に歌いたくなってきた。ねえ、急にやん。え、あっちゃいてないの。え、一人で歌いたいから。あ、そういうこと。いいよ歌ってみんな聞きたいって言ってるから配信切れちゃう。配信切れちゃう。ありがとうみかん。そんなんじゃ、そんなんじゃダメ。
そんなんじゃもうだ全然違かったかしら。見てんでね、ずっとずっと。それはもうね、うん、もう違う、うん、あんな歌ってたのに。漫画読む。なんでなんだよ。なんでなんでだ。なんで、なぜあなたはロミオ。ジュリエット、ロミオ、ジュリエット、ロミオ、やったやばいやつ頭る。ロミオってどっち。ロミオが男、うん、ジュリエットが女。女なんで、なんでだ、なぜ、なぜこの世界は。そんな物語じゃないだろ絶対。なぜこの世界は滅びるの。やば、ロミオとジュリエットの世界観。あなたがこの世界を救ってくれ。やばい、お願いだ。お願いだ。え、誰に頼んだの。来たらさ、すごい見られるから。やばいんだけど。怖っ。急に黙ったと思ったらめっちゃ見られてた。怖っ。ね、熱くないの。熱いよ、熱い。いじめて、やば、怖い。情報操作、情報操作。いじめないでよ。あんまいじめてない。みんななんだ。みんななんだ。はい、終わり。終わり。寸劇でした。寸劇なの。あ、ボサボサになっちゃったじゃん。あ、なんか違うとか。いいね。絶好調。ね、最近って切り抜きが流行ってんの？なんか YouTuber の人もそうだけどさ、 AKB のショールームもめっちゃ切り抜かれてんの。え、そうなの？こんな、みんなで、みんな切り抜き見たって言われるんだけど。それは、うん、大丈夫なの？わかんない。いいのかな、わかんない。どうなんだろうね、ショールームってね。ね、微妙だよね。いいのかな。しげさんありがとう、ハッピーニューイヤー。さとちゃんも切り抜かれたって。切り抜き、切り抜き、やだ、チョキ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 、やだやだ。やだって。じゃあやめな。やめな。怖い、怖い。うさぴょん、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 怖くないよ。へえ、佐々木さんかわいい、ありがとう。そうなんだ。切り抜き新規すごい多いらしいよ。どの人が、絶対私切り抜かれても絶対離れてくだけん。まーちゃんは、うん、怒っちゃダメです。怒っちゃダメ、ダメ、ダメ。さわさん共鳴。もしどうしても嫌だなとか、うん、もう嫌だなって思った時は、うんうん、そっと、そっと壁をぶん投げてください。ドンって急に、うん、それか、うん、自分の手をつねって、うん、あ、ストレスじゃん。グワって、うん、痛いやん。それ自分が痛くなるやん。確かに。なんで余計もっと傷つく。確かに。痛い。無理無理無理。あ、結構前に決まってたやつかな。鬼滅舞台。へえ、そうなんだ。呪術の舞台ね。ね、めっちゃ楽しみ。さとちゃんの楽しい切り抜きを見て好きになりました。だってよ、よかったじゃん。ありがとう。ありがとう。聞いてなかった、うん、聞いて。優しい、優しいね。あ、そう、ももちゃん裏表がない。 それだけが取り、でもそれでよく裏表、それでよく離れる、みんなが。いい言葉か悪い言葉か分かんないよ、ね、分かんないよ。ありがとう。いい言葉だと思うよ。そうかな。でもさ、なんか普通の友達とかだったらいいやん。あ、確かに。それはでもね、ファンの方とかだったらやっぱさ、アイドルって理想じゃん。言ってた、芦田愛菜ちゃんが。なんて、その人を裏切られたっていうのは、うん、勝手に、うん、なんか
その人を期待しすぎちゃってた、ね、だから別に裏切ったわけじゃない。そうなの、裏切ってこういう人間なんだ。芦田愛菜ちゃんが言ってた。愛菜ちゃんが言ってたね。愛菜ちゃんが言ってた。しゃまない。これ言われたらもうこれこういうことですよね。切り抜きっていうのはこういうことやってもう炎上みたいな声で。今の内容で炎上。分かんないな、今の時代は分かんないですから何が。今の時代は、ね。今の時代は本当怖いから。SNS は証拠ですからね。そうだよ、SNS って本当怖いからね。しげさん、奥義ありがとう。切り抜き見た話がそれは嬉しいけど。ありがとうね。なんか逆にだから逆に好感持てる、逆に私の場合は、うん、そうやって切り抜き見て好きになりましたとか言ったらもう本当にこれ以下の私ってないからさ、わかんないよ。え、わかんない。これ以下あったらちょっと怖いんだけど、自分でも引くんだけど。え、まこちゃんそんなに、うん、てかなんなら配信してない時の方がおとなしくない？そんなことない、こんな感じ。でも配信してない時は別に怒ったりしないじゃん。いや、しないよ。でも待って、さとちゃんの偏見がすごい。私配信してる時ずっと怒ってないからね。あの怒ってるやつはそれはあのイベント期間とか、あ、ちょっとね、そのちょっと前ね、前か前、最近マジ怒ってないから。それで止まってたかも。あ、それで止まってたね。やっぱそういう印象がみんなあるんだよね。そうそうそう。でもまーちゃん本当はいい子、うん、本当はいい子なんだ。本当はいい子、本当はいい子。いやでも怒ってるってか、そのおかしいこと言ってる人に対して違うよって言ってなきゃ、それが怒ってんだよねきっと。ちょっと怒っちゃう、まあ、難しいところだよね。そう、難しいところ。それは無視するべきなんだよねきっと。無視するのが一番いいけど。そう、でも違うことは違うって、そう言いたくなっちゃうの、よくないよね。そんなことないよ。どう、そう、でもそのそう、ありのままで生きたらこうなっちゃった。ありのママの。はいはいはい、なべゆきくんありがとう。なんかまおちゃんと一緒にいると、うん、ハフがおかしくなる。え、あ、下がる。いや、おかしくなっちゃう。おかしくなっちゃう、本当。そんなことないよ。でもこれが私だもんね。そうだよ、そんな自分をね、蓋を閉じたら辛いからやめよう。アイムアイム外ね。怖い。はい。Are you happy? Yay! You happy? Yay! OK 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 OK。なべゆきくんありがとう。ね、みんな好きだよね、でもそういうの。スキン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 。割れちゃったよ、割れちゃったよ、割れちゃったよ。好きじゃなくなっちゃって。怖い、コメント。そのさとちゃん楽しいって、やっぱさとちゃんって何でも褒められる、羨ましいよ。みんな優しい、大好き。じゃあ私もせよ。みんなありがとう。みんなありがとう。みんな優しい、嬉しい、嬉しい。怖い。でも多分いつも私一人でショールームやるとき、ああ一人だからか。なるほどね。うん、さとちゃんは優しいよ。緊張しちゃう、緊張しちゃう、緊張しちゃう。お、なに、キビビさんハートありがとう。ね、めっちゃ熱くない？何が、あの熱い、熱いよね。消してよ。キビビさんハートありがとう。では今の切り抜かれちゃう、あってやつ、分かんない、どうしようかんだろう。でもすごいね、ずっと見てるってことでしょ。大変そうだね。モノマネ、私も一人やるときあんま喋んないからさ。モノマネはレイちゃんが上手いだって。あー、レイちゃん上手。確かに。でもレイちゃんの里ってさ、うん、本当に里ってあんな感じなのかな。まあ誇張してるよ、レイちゃんは。誇張してる、誇張してる。もうちょっと、うん、あれは誇張してるけど特徴をすごい、うん、あの、じゃあレイちゃん、つまりレイちゃんはザコシシってこと。そういうこと、うん、そういうこと。やっと理解できた。そうそう、レイちゃんは AKB のザコシシ。怒られる、怒られるとかない。怒られないよ、別に。怒られるわけないよ、うん、私たちが考えた結果だよ、それは。そう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 、ね、つまりっていい方だもん、ね、いいことは面白いもんね。最高だよ、笑顔にする。そうだよ、エンターテイメント、エンターテイメント。そうなんですよ。ミスターザコシーレ。かっけー、かっこいい、かっこいい。
怒られる怒られる。あさみろさんありがとう。そうだよ。ゆずかもやってたんだってよ。そのものはね、ほんと見て見せてもらおうよ。絶対やってくれないよ、私の前では。私がいないところで。やってほしい。うん。いや眠くなるねこの気温。え、やったらやるよ。おい。佐々木さん結婚してありがとう。そう、元から可愛いけど最近の可愛さの進化がすごいな。そう、わかんない自分では。可愛いよ、まほちゃん。本当に？うん、嬉しい。やっぱなんか周り、ここってさ、本当周りが、本当だ、周りが可愛いからやだ。わかるね、みんな可愛いんだもん。だ本当にやだ。松尾さん、共鳴。サバさん、ありがとう、奥義。奥義ありがとう。まあね、人生長いんだね。これからもしかしたらもっと可愛くなれたらなれるかもしれないし、なれないかもしれない。私はそれが人生。なれないの。いや、あなたこそもっとありますから人生。そっか。うん。だから希望は捨てちゃいかんよ。諦めたらそこで試合終了だよ。美味しそうだねサラダ。そのサラダ美味しそうだね。あなた、ちょっと隠そう。怖い。よし、おうちゃんありがとう。ねえ、あほら言ってね、さとちゃんってよく大人になったさとちゃん想像できないって言われてますけど、よく言われる？よく言われる。困ります。困ります。どうなるんだろうね。じゃあ本当に、でも実際もうさ、入った時ありゃ大人わけやん。うん、だから本当にもっと大人になったらみんなはさ、どうするのね、え、大人だってなるかな、大人になったら。びっくりした。怖っ。なんでさ、昨日言ったことをさ、あ、すいません。